今日発売の新作のアイスクリームだそうです。いただきます。どんな味でしょう。うん、バナナ、すごく口当たり滑らかでバナナの風味が濃いですね。このアイスが販売されているのがコンビニエンスストアのファミリーマートです。いろんな商品が並ぶ中、新発売と書かれていますね。商品を見ますと、あ、これこれ、ソフトクリームバーバナナ、ここもったいないバナナと書かれています。もったいないバナナって何でしょうか。もったいないバナナとは一体。産地からこう日本に持っていく中で、まあ、持ってこれなかった規格外のバナナっていうものを、まあ、美味しく有効活用するように使われたバナナになっております。もったいないバナナという名称で規格外のバナナの有効活用に取り組むドールによりますと、年間2万トンものバナナがそのままでは流通できない規格外のバナナに当たるといいます。ファミリーマートではそのうちおよそ9トンのバナナを使いアイスの商品を作っています。バナナのような生鮮品は長期保存できるアイスとの相性が良く、この取り組みは今後も継続していきたいといいます。まあ、もったいないバナナのような、まあ、原料を、まあ、使用した商品開発を、まあ、我々企業が続けて、まあ、発信していくことで、まあ、消費者の方に、まあ、こういった取り組みがあるんだということを知っていただく機会を作る良いきっかけになればいいなと思っております。こうしたフードロスの取り組みは北九州市でも。こちらは食品メーカーと電力会社が北九州市若松区に共同で設立した響き灘菜園。生食用トマトの西日本最大の農場で年間3000トンを生産しています。どうしてもですね、形が悪かったりとか、果皮に傷がついていたりとか、生食に向かないトマトっていうのは一定量出てきてしまいますので、そういったものが規格外品として出ています。トマトを虫や日差しの影響を受けにくい温室で育てていますが、それでも100トンが出荷できない規格外品になるといいます。ね、子ども食堂さんにこのトマトっていうのを寄付をしていたんですね。しかし生のトマトでは日持ちも悪く、さらにトマトが苦手な子どもたちにも美味しく食べてもらいたいと考えたのがトマトの恩返しカレーです。北九州市や地元の大学と連携しおよそ2年かけて開発しました。レトルトタイプにして去年5月から北九州市内のスーパーマーケットで販売したところ、1万個以上売れています。さらに収益の一部は市内の子ども食堂の運営費に充てられています。しかしカレーに使われる規格外トマトは全体のわずか 1%。 そこで今年新たに開発したのがトマトの恩返しサブレです。サブレ5枚につきトマト 1.5 個分を使用、市内のスイーツ店などで販売しています。まあ、例えば子ども食堂さんに最終的には寄付という、まあ、貢献をしたいとか、そういう思いをお持ちの業者さんとかは他にもいらっしゃるはずなので、まあ、そういったところと一緒になって、新しいものっていうのをどんどん作っていけたら面白いなというふうに思っています。ただこうした取り組みの大きな課題となっているのが廃棄トマトを活用するためのコストです。それを箱に詰めたりとか、運んでトラックに乗せたりとか、そういうコストがどんどん乗っかってしまうので、まあ、捨てるよりは実は高くなってしまうっていうことが問題としてあるんですね。このように捨てるよりコストは高くなるという状況も一部にあり、規格外野菜を市場に出すために解決すべき課題はまだまだ多そうです。